リボニア戦争は、1558年から1583年、テッラ・マリアナの支配をめぐり行われた戦争。モスクワ国家、ポーランド・リトアニア連合、スウェーデン王国が、リボニアを主戦場にした戦った。1557年、リボニア連盟と、ポーランド・リトアニア連合が、相互安全保障条約を結び、イヴァン・ライテイは、リボニアによるロシアへの敵対行為とみなし、 ロシアがリボニア体験騎士団領に侵攻し改戦した。1561年リボニア体験騎士団は解散、世俗化した。テッラ・マリアナはリボニア公国とスウェーデン・エストニアとなり、デンマーク王はビショップリック・オブ・アゼル・ウィークを買った。1558年から1578年までタルトやナルバでの軍事的成功とともにロシアの支配が主流となった。 1576年以降、ポーランド・リトアニア共和国が、交戦、1577年1578年の、スウェーデン・ポーランド・リトアニア同盟によるリツエシスの戦いでの交戦を含む。これは、ポーランドをステファン・バートリのリボニア戦役を拡大させ、長く厳しいプスコフ方位戦へともつれ込んだ。1582年のヤム・ザポルスキの和訳の下 ロシアとポーランドリトアニア共和国は終戦した。ロシアはリボニアとトラックからポーランドリトアニアまでの元選挙地を失った。1583年、ロシアとスウェーデンはプリューサ条約に調印し、スウェーデンはエストニア公国を保持しながら大部分のイングリアとリボニア北部を獲得した。 西欧との通称を求めて、バルト海への進出を試みるモスクワのザーリーァン4世は、リボニア騎士団へ、戦線布告したことで、リボニア戦争は開戦した。なお、ほぼ同時期、エストニアをめぐって、デンマークとスウェーデンとが北方7年戦争を起こしているが、直接、リボニア戦争と関連しているわけではない。デンマーク、スウェーデンが、主な戦場としたのは、 エストニアやスカンディナビア半島であり、ポーランド、ロシアとは直接、先端を開いていない。この戦争の最中、ポーランドのヤギエオケとスウェーデンバーサケは婚姻関係を結び、同時に対ロシア同盟を組んだ。この同盟により、ロシアは、ポーランドスウェーデンから攻撃されることとなった。侵略の危機にさらされた、リボニア騎士団は、まず、リトアニア大公国と同盟し、 さらに、ポーランド王の従属国家を承認したものの、ロシア軍の侵攻により、滅亡は避けられない状況となった。これに目をつけたリトアニア対抗国軍とスウェーデン王国軍がリボニアに侵攻したため、リボニア騎士団領は解体されることとなった。デンマークは、スウェーデンのバルト海進出を阻むために、別個の先端を開いた。この状態を見た。 リボニア騎士団長ゴッドハルトケトラーは、ポーランド王国に侵入し、残った領地を持って、ポーランドの後ろ盾で、クールラント公国を建国した。そのゴリトアニア対公国軍は、ロシア軍と交戦し有利に立つものの、国力を浪費し、長期戦に耐えることが不可能となり、同君連合を取るポーランド王国軍の参戦を求めた。ここにポーランドは、 直接参戦に踏み切ることになった。また、リトアニア大公国の支配階層の多数を占めた、ルーシ人の住む広大な地域は、ポーランド王国のいくつかの県として再編された。ポーランドとリトアニアは1569年にルブリン合同を結び、両国は共通する議会を持つ一体の政治機構となった。以降のポーランド・リトアニア連合を共和国と呼ぶようになる。 ポーランド・リトアニア共和国の国力は強大となり、リトアニア大公国がウクライナ地方を持っていた時に交わした隣接するクリミア半国との同盟を利用し、オスマン帝国とクリミア半国の共同作戦を引き出した。1570年にその講和条約がオスマン帝国とロシアの間で締結されたが、1571年にはクリミア半国が単独でモスクワに侵攻し、 モスクワを焼き払った。スウェーデンも、エリク14世から王位を散脱した、ヨハン3世の下で北方7年戦争を終結させ、再攻撃を開始した。ヨハン3世は、全国王エリク14世を、幽五1577年に、これを独殺し、全王妃、王大使を追放して、バーサ家の本家として、スウェーデンフィンランドに君臨した。 ポーランドは1572年にヤギエを朝が断絶。翌1573年に選挙を制となった。この隙をついて、ロシアが反撃を始めたものの、ポーランドの政治体制はもともと王権の弱い、議会制であり、首相に相当する官政主を事実上の長とする、国王評議会が、軍事、外交を含めた行政のすべてを運営していたため、これは、ロシアの誤算であった。 ロシア軍による侵攻は一時的にはリボニアの領有を果たすことに成功したものの、ほどなく北からのスウェーデン、南からのポーランドの同盟軍の反撃に遭い、ロシアの国力を大きく疲弊させられることとなった。予勢を買ったポーランド軍はさらにステファン・バート領のもとで逆にロシアに侵攻したが、ポーランドも選挙王政に入り、国会による審議や、 会計監査が厳格化されたことで、政府は出費のかさむ長期戦を余儀なくされることを避けることを決定、和平を結ぶことに同意した。イヴァン4世も自国の使用都市が包囲されたことで、防衛のために和平交渉を開始し、1582年に両国はローマ教皇の仲介で戦前の状態に戻すことで休戦条約が結ばれた。 1583年スウェーデントップ・リューサ条約を締結して休戦し、スウェーデンはリボニアから撤退し、ロシアはエストニアとナルバト・ラドガ・コセイガンをスウェーデンに割上した。この結果、ロシアのバルト海進出は絶望的となった。これによって完全にリボニア戦争は終結した。直後の1584年にイヴァン4世が没し、モスクワはこれにより、 国力の低下をもたらした。さらに、先制政治的なツァーリズムに対する大貴族層の反動政治により国家機能の喪失をもたらし、後の動乱の原因となった。さらに、ポーランドリトアニア共和国とスウェーデンバルト帝国の勢力に阻まれ、両国によってヨーロッパから駆逐される形となった。これによりロシアは、ツァーリ権力の衰微とともに、17世紀半ばまで、 弱体化していくこととなる。その後のリボニアは、ポーランド・リトアニア共和国とスウェーデン王国による大い継承問題をめぐる構想の中で、スウェーデン・ポーランド戦争の戦地の一つとなり、1629年に南部のクールラントとラトガレが共和国に泊まり、リガを含めた中、北部がスウェーデン領リボニアとして分割された。スウェーデンはリボニアの大半を獲得し、 17世紀を通じて、この地域への影響力を持つこととなった。ポーランド王国はリトアニア大公国との間で、国家体制を一元化して、共和国を形成することに成功、クールラント公国の創始国となり、大国の座を確実なものとした。また、スウェーデンも、ロシアから領土をもぎ取り、北方7年戦争においても、デンマークを退けたことにより、17世紀の バルト帝国創設のきっかけとなった。一方で、スウェーデン内部では、ポーランド王家と共通の王家により、ポーランド人、ルーシ人たちと共に、ポーランドリトアニアスウェーデン共和国という巨大な、議会制の国際政治機構を成立しようと、画策するバーサ家の本家筋を中心としたカトリック諸公のコスモポリタンな勢力と、それに反対する、 バーサケの分イエスジを中心としたスウェーデン人のプロテスタント諸侯の民族主義、絶対主義系の勢力の間で封建主義脱却後の近世の体制をめぐって確執が続いていた。この確執のためスウェーデンはポーランドからの支援を十分に受けることができず、1590年からのロシアスウェーデン戦争に敗れ、1595年に リボニア戦争で得たフィンランドワンシンウォーブをロシアに奪われた。スウェーデンは1610年のイングリア戦争でこの地域を奪回したが長期にわたる戦争と国内の混乱により国力が低下して弱体化していくこととなった。1587年にポーランド国王リトアニア大公に即位したジグムント3世は1592年にはスウェーデン王にも即位した。 彼はイエズス会に教育を受けた熱烈なカトリック教会の信奉者であり、コモンウェルスの領域を疲弊したロシアツァーリ国にも拡大しようともくろんだ。彼は先制的で共和国と統一的なバーサ王朝、拡大によるカトリック化の推進によって国内外に摩擦と抗争を引き起こすこととなる。これはバーサ家の出身地のスウェーデンに直接影響を及ぼし、 反対者による分離運動に発展していくこととなった。さらに、流陸長断絶によって、動乱時代を迎えていたロシアへの介入も、問題の拡大に拍車をかけることとなった。共和国内においても、ポーランドバーサケの先制政治への試みは、政務との対立を引き起こす結果となり、君主と議会の確執は、健全な議会制民主主義の発展を阻害していくこととなった。 ポーランドリトアニアスウェーデン共和国は、ごく短期間のみ機能した。しかしカトリックのジグムント三世は、幼い頃からポーランドに住み、生涯ポーランドをその知性の中心地としていたため、おじで摂政のカールとハイカのプロテスタント諸公が1598年に、スウェーデンをプロテスタント国家へと戻すべく、スウェーデン国内で反乱を起こすと、ポーランドからの遠征による鎮圧を試み、 失敗に終わった。以後ポーランドリトアニアスウェーデン共和国は、名目上は存続したものの事実上は、機能不全となり、バーサケもジグムント3世の系統の、ポーランドバーサケと反乱者であるオジノカール9世の、系統の、スウェーデンバーサケに完全に分裂していった。17世紀のスウェーデンは、グスタフ・アドルフのもとで、絶対王政とバルト海の支配権を固めつつあり、 事実上の再合同は不可能となっていった。ポーランド・リトアニア・スウェーデン共和国は、ポーランド・リトアニアとスウェーデンとの間の幾度かの激しい戦いを経て、後の30年戦争の終結により、名目上においてもポーランド・リトアニア共和国と大国の座を勝ち取ったスウェーデン・バルト帝国に完全に分離することとなり、最終的にスウェーデン王位への請求権は、 1660年に放棄することとなった。ロシアにおいても、動乱時代に、ポーランドリトアニア共和国は、モスクワを占領しツァーリーを獲得したにもかかわらず、ジグムンと賛成によるツァーリー体幹とカトリック化の野心によって、ロシアの反カトリック主義と反ポーランド感情を呼び起こし、ロシアとの平和的合同の構想は覆され、ロシア人王朝であるロマノフ朝が創設されることと、 なった。このため、ジグムント3世の子ブワディスワフは、名目的に、ツァーリの称号を名乗っていたが、1634年に、国境線の確定と引き換えに、レガリアと称号を最終的に放棄するに至った。リボニア戦争において、ポーランドのヤギエオケとの婚姻によって、バーサケは、ポーランドリトアニア共和国に迎えられることとなったが、 そのポーランドバーサケの暴走が、その後の17世紀における、ポーランドリトアニア共和国、スウェーデン王国、ロシアツァーリ国の三国関係に決定的な影響をもたらすこととなった。そして17世紀半ば、両バーサケの構想は頂点に達し、スウェーデンは北方戦争として、ポーランドリトアニア共和国に侵攻し、一方、国力を回復した。 ロシアツァーリ国もロシア・ポーランド戦争を起こし、さらにその周辺国にも軍事侵攻を許し、大洪水時代という未曾有の戦乱が引き起こされることとなった。ポーランド・リトアニア共和国は最終的には侵略国を撃退したものの、その代償は共和国の後輩と東欧の派遣国からの転落であった。ポーランドバーサケの野心的な対外政策は結果として、 共和国の衰退とバーサ王朝自体の終焉に至ることとなる。ありがとうございます。